坪倉すみ子の着物でお出かけ。あなたもタンスに眠っている着物を取り出して一緒におしゃれを楽しんでみませんか。この時間は着物が大好きな私坪倉すみ子が着物の魅力をお伝えいたします。今日は長谷川さんとご一緒に番組を進めていきたいと思います。長谷川さん、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、はじめまして、長谷川です。今日はよろしくお願いいたします。今日は令和3年初めてのラジオカフェの録音ということで、記念すべき1回目で、YouTube に上げていただくことになりました。この放送もYouTube に今流れていますので、ちょっとドキドキですが本当ですねよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。今日はね、私は今年初めてのということで、いつも新年会で着るようなそんなお着物を着てまいりました。これはね、総刺繍のお着物なんですよ。あ、そうですか。はい。土台の色はピンク系のベージュっていうかね、はい、ちょっと光の具合でピンク明るく見えたりもします。はい。それにインカ帝国の文様の刺繍の、はい、入っている総柄の総刺繍のお着物になります。刺繍がなんかすごく盛りだくさんで豪華ですね。はい、そうですね。で、色が私の大好きなグリーンとかピンクとか、はい、オレンジ系が入っていますので、はいはい、とってもウキウキしながら今日は着てまいりました。とても素敵でございますありがとうございますそして帯はもう、ね、逆に柄がたくさんお着物にありますから、はい、白地の、はい、おめでたいような金糸銀糸の帯を合わせてきました。はい、そしてアクセントに着物の柄の一色のグリーンを、はいはい、合わせてみました。ね、帯がこうすっきりしてて、はい、帯締めがポイントになってとてもいいですね。はいはい、ありがとうございます。はい、長谷川さん、今日はどんなお話をしていきましょうか。そうですね、はい、お正月って和のイベントがたくさん盛りだくさんありますよね。はいはい、で、普段はなかなか、はいはい、家でお着物を着て生活するっていうのはできないんですけれども、はい、お正月はやっぱりこうゆっくりしますので、はい、家で着物を着て過ごしたいなと思ってます。そうですね、お正月こそね、はい、ちょうどお着物で、はい、ちょっと時間もありますしね。そうですね、皆さん着ていただきたいですね。はい、で、そういった時に、はい、着物のマナーっていうか、はい、着こなしとかね、はいはい、そういうのを先生にお伺いできたらいいなと思ってるんですけれども。はいはい、そうですね、はい、マナーって言いましても、お家であんまりね、着慣れてない方は、はい、やっぱり汚れるいうのがね、一番、はい、辛いものがありますのでね、はい、お着物は、はいはい、それでお台所に立たれる時とか、はい、お客様がおられない時はやはり割烹着を着て、はい、お台所に立たれたり何か用事をされるとお着物のためにはいいかもしれませんね。そうですね、はい、ただお正月ということで、はい、ちょっと普段とは違う晴れやかな色目の、うん、言ったら白っぽい帯をされるとか、はい、ちょっとどこかに、はい、新しい年を迎えるという気持ちを込めたそういう色柄を選ばれるとまた気分新たにいいかもしれませんね。そうですね、はい、日本ながらのなんか風習で、はい、初詣とか、はい、それから年始回りとかいったようなものもありますけれども、はいはい、そういったこう TPO に合わせたお着物選びっていうんですか、はい、そういうのもちょっと教えていただいて。そうですね、はいはい、お年始回り行かれる時は、そうですね、古文とか色無地とか、はい、行かれる相手様のところにもよりますけれど、はい、そうですね、お約束をされて、うん、お家に上がられるのが分かっている場合はもう玄関先でコートを脱がれたり、そういう状態でご挨拶されるといいですね。あ、そうですか、はいはい、そして、あまり先様お迎えになられる側よりはあまり格の高いものはやめられた方がいいかもしれません。一番無難なのが色無地か江戸小紋
ぐらいがいいかもしれませんね。そうですか、はいはい、まあ、その相手さんにもよるんですが、はい、それと逆にもう玄関先で突然に、はい、ご挨拶だけでという場合は、はい、コートはやめられて、はい、ちょっと格のあるお羽織、羽織をお召しになると、はい、それでも玄関先で失礼しますという形でちょっと礼も尽くせますので、あ昔で黒のエバ織なんかはそういう時に使われてたんですけれど、はい、そういうことですね、はいはい、よくわかりました、はいはい、またね皆さんもぜひこの機会に、はい、お着物で、はい、やっぱり暖かいですし、はい、防寒にもなりますし、はいはい、そしてまあ先様にどんなお着物で行こうかなっていうお着物選びも楽しみの一つですし、ぜひ皆さんもお着物でお出かけになってはいかがでしょうか。ありがとうございました、はい、お相手は着物大好き坪倉澄子でした。